宮崎国際大学教育学部は、2014年に新設された新しい学部です。教育学部には、小学校教諭一種免許と幼稚園教諭一種免許の取得を目指す商用コースと、幼稚園教諭一種免許と保育士資格の取得を目指す養護コースがあります。学生は、各自の進路を見据えてコースを選択しますが、小学校教諭一種免許、 幼稚園教諭一種免許、保育士資格の3つを並行して取得することもできます。その他にも、児童福祉士任用資格、社会福祉主治任用資格、児童指導員任用資格、子供音楽療育士の資格を取ることができます。商用コースでは、分かりやすい授業と信頼される先生を目指して教員の育成を行っています。中でも小学校教育を見ると、 国語、社会、算数、理科、音楽、生活、家庭、図学、工作に加え、次期学習指導要領では、外国語として英語が強化の一つになります。宮崎国際大学は、多くの外国人教員がいますので、英語力を身につけるには絶好の環境です。養護コースでは、 高いい専門性をを持ったた保育育教諭の育成の成め、フィーールドワークを積極的に取り入れています。例えば保育フェスティバルなどの地域で行われるイベントにボランティアとして参加し親子の前で手遊び絵本を披露したり子どもと遊んだりすることで実践力の強化に努めていますそして各コースの学生へのサポート体制が充実しています例えば、 4年間を通した教員採用試験対策講座のほかに、理数科目が苦手な学生には、算数、数学、理科、サイエンスを専門とする教員による理数科自主ゼミを行っています。週2回のペースでゼミを開き、教科内容の理解から教員採用試験を見据えた模擬授業へのサポートを行っています。また、教育心理学や、 養護コース学生のための保育教有ゼミなど個別にサポートする体制も整っています教育学部では2年次から4年次の間に保育所、幼稚園、小学校での教育実習に取り組みます各自が身につけた知識と技術を実践の場で活かし教育の実践者としての責任、やりがい、キャリア形成などさらなる知識、技術、モチベーションへとつなげます 加えて、2年次、3年次の教員採用試験対策特別合宿で、個別面接、集団面接対策や模擬授業、水泳実技などに取り組みます。さらに、一次試験合格者には、2次試験直前対策講座を行い、万全の体制で現役合格をサポートします。2017年の公立学校教員採用選考において、 8名が二次試験を合格しました。小学校教諭、幼稚園教諭、保育士を目指す高校生の皆さん、ぜひ、宮崎国際大学教育学部にお越しください。